700T 型電車は台湾高速鉄道の高速鉄道車両である。日本初の輸出用新幹線車両として JR 東海、JR 西日本が共同開発した車両である。700系新幹線車両がベースとなっている。製造は川崎重工業、日本車両製造、日立製作所が担当し、初期車全30編成が日本で製造され、 輸出された。その後2012年に増備編成も受注する運びとなった。2004年に1月30日に完成した戦闘車の披露式典が川崎重工業兵庫工場で行われた。2006年5月4日には 700T 型電車の輸出を中心に取り上げたテレビ番組新幹線界を渡るがテレビ東京系列で放送された。また、 翌2007年3月21日にも 700T 型電車の走行試験を中心に取り上げたテレビ番組海を渡った新幹線がテレビ東京系列で放送された。しかし2020年に入って 700T 型の原型となった700系が東海道新幹線から退役し、これに伴って 700T 型用のパーツも製造停止となり、 新型車両の購入を模索せざるを得なくなっている。先頭車の先頭形状東海道、山陽新幹線で運転されている700系をベースにしているが、以下の点で異なる。全編成共通で12両編成、1から9号車指定席、10から12号車自由席。全席禁煙、1号車、5号車、11号車に自動販売機を設置。 白色イコール標準車指イコール指定席 G イコール自由席 M イコール動力車 T イコール付随車30編成を各製造メーカーが分担した。商船、三井の貨物船ポセイドントライアンフとガイアトライアンフによる海上輸送で2004年5月に TR01 編成が海上輸送されたのを皮切りに2005年10月に最後の TR30 編成が搬入された。 tr01tr02tr05tr07tr09tr11tr13tr14tr16tr18tr21tr22tr25tr28tr30tr01tr03tr06tr10tr17tr20 tr24tr26tr29tr30tr01tr04tr08tr12tr15tr19tr23tr27 現在 tr27 編成と tr29 編成には Wi-Fi が設置され2012年8月より無線 LAN サービスを開始している2012年5月川崎重工業が 基本契約の4編成とオプション契約の4編成を受注した。座席などの内装設備は台湾国内で製造される。基本契約分の4編成は2015年までに順次納入される。2013年7月22日よりに編成が営業運転を開始した。営業運転投入に際して、米国のアニメチャンネル、カートゥーンネットワークとのコラボレーションとして、 アドベンチャータイムなど、同社作品で、内外装とも全面ラッピングされ、前日に試乗会が催された。ありがとうございます。